皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフの刺身です。アボアボ。ボンちゃんです。はい、ということで、はい、今回はですね、はい、こんな平和な感じの、はい、まあ、ちょっと僕らの昼下がり動画になってるんですけど、はい、てか新鮮ですね。そうですね。はい。気持ちいいね。まあとあるゴルフ場でね、今回撮影してるんですけど、はい、まあ、今回はもう、短い動画になってるんですけど、はい、ズバリ、結論から申し上げますと。マイゴルフ登録者10万人記念コンペの追加募集が今日からスタートということで、はい、いや前回、はい、先着順でってことで、すごい、まあ、ありがたいことにね、応募が皆さんのおかげでいっぱい殺到しまして、はい、で、まあ、先着順ということだったんで、こう結構皆さんこうガッて応募して、で後からちょっと来れなくなったっていう人が何人か、まあ、出てしまって、はい、たりちょっとこちらの管理ミスで、うん、かぶってる人が出てしまって、でちょっとね枠が新しくできたんで、そこの、まあ、募集をしていきたいと、はい、でも今回本当にちょっとなんで、まあこれまた今回先着順にしたらまた壮絶な戦いが待ってるんで、はい、だからそういうちょっと争いはできるだけ避けたいなということで、今回はですね抽選になっております。抽選で、はい、抽選ですよ。抽選ね。ボンちゃんが勝手に選んでてくださいね。あ、僕がこうやるんじゃなくて。あ、まあそれでもいいですけど、目つぶってくれないとはいいですけど、ね、はい、もう見て、この人やな、この人やな、わかんないですよ。あ、どうですか。ダメですよ。でも名前見たら大体どんな人かわかるんで、名前で判断します。ダメです、ダメです。わからん、わからん。わからん。生命判断してる、もしかして。女性ばっかりやる。明るい、黄色い感じのね、コンペにしたいんで。単純な。いや、まあそれは冗談なんですけど、今回はね抽選で残りの枠を選ばせていただくということで、はい、ぜひ皆さんね、どしどしご応募お待ちしております。はい、まあ応募期間なんですけど、はい、今日この動画が出てる日から1週間、はい、設けております。まあ下にねテロップで出してもらってると思うんですけど、はい、この期間の間に、応募してくださいと。はい、応募方法は、概要欄の方に載ってますんで、の概要欄の URL かな、Google フォームっていうアンケートみたいな感じで入力してもらうところがあるんで、そこから入力していただければ申し込み完了になりますんで、はい、ぜひ皆さん応募してください。よろしくお願いします。お願いします。いやー、ちょっと楽しみですね。ほんまっすね。もうちょっとっすね。はい、もう7月、あ、そう、日程が7月15日、はい、場所は滋賀県にあります、富士スタジアムゴルフクラブ、はい、北コースです。まあ、僕らがねこう激闘を繰り広げた、はい、激闘というかね、僕ら初めて北コース回った時に2人でこうちょっとゾーンに入ってしまった、はい、記憶があります。うん、で17番で池に放り込むというね、うんうんうん、150ぐらいのショートでね、はい、まあ、そういう思い出深いコースなんですけど、まあ、今回ね特別に富士スタジアムゴルフクラブさんがねご協力いただいて、はい、貸し切りでさせていただくということになったので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。僕らもね皆さんが楽しめるようにちょっといろいろ、はい、まあ、ゲストの方にも登場してもらったりとか、はい、まあね、参加賞とかもね、うん、ちゃんとありますんで、本当にまあ、コンペといったらやっぱ皆さんね、うん、やっぱ商品もらってなんぼって思ってる方結構いらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、僕らのコンペは、まあ、そうじゃなくて、はい、もう来ただけで十分もう良かったなと思ってもらえるように、はい、努力してまいりますので、ぜひ皆さん、応募お待ちしております。お待ちしております。なんで？え？パッパッパッって。今マイクがな拾うようになったからこれ結構噛まれへんのよ。いや、ゆっくり聞いてもらったら分かります。パッパッパッって言ってるんで。パッパッパってなんかあれやね。これ分からんな。口はお待ちしておりますって言ったんですけど、パッパッパって出してみたらパッパッパでした。なんかポケモンの四天王の今日みたいな。分からへん。分からへん。金銀の四天王の。今回ですね、はい、まあ、応募期間がこう今日から1週間なんですけど、はい、当選通知、はい、当選通知は、締め切りから1週間の間に、当選した方のみお届けする形になります、はい、ので、1週間過ぎて連絡が来なかった場合は残念ながらちょっと今回は当選という、残念やな、申し訳ないです、はいはい、ちょっとね、まあ本当に今回なんか僕らが思った以上にこう、はい、皆さんからね、たくさんの方から応募いただいてね、はい、本当にちょっと僕らもびっくりなんですけど、楽しめるように頑張りますんで、はい、まあ、当選もしできなかった方はまた次回、うん、ちょっとめげずに来てほしいなと。そうですね、
思っておりますので、皆さんねちょっとあの念じて入力してください、はい、アンケートね、はい、くーってこう強めにね、そう出ますんでね、はい、やっぱ地にそう筆圧出るからね、はい、あの今まあ入力する時代になりましたけどやっぱ筆圧はやっぱ出るんで、ね、うん、はい、筆圧強いアプリ使ってくださいちょっとやっぱ太字になるから、ね、太字になるからねそれか僕らの中でちょっと太字に見えるかもしれない、はい、ないかあります、あ、あるんやあるんやな、もし来れなかった方はまたまた次回ね、次回ね僕らがお会いしましょう、目覚める時まで、はい、僕らなかなかね、はい、1回やっちゃったらこう燃え尽きるタイプなんで、そうなんですよ、燃え尽き症候群でね2年ほどかかるんで再起まで2年かかるパワー貯めるなまあまあ僕らを励ましてくれたら、はい、皆さんが励ましてくれたらね、はい、あのもっと定期的に開催できるかもしれないんで、はい、まあ、頑張りましょうか、はいはい、とりあえず、夏に皆さんお会いしましょう、7月15日にね、はい、お待ちしております、それではまた次回の動画でお会いしましょう、高評価とチャンネル登録お願いします、 お願いします、あのマイゴルフのねグッズが、はい、ベースからね買えますので、そちらの方もぜひ皆さんチェックお願いします、はい、お願いします、それではまた次回お会いしましょう、さよなら、さよなら。